はいどうも、お茶です。今日もパーシバルを使ってランクマをやっていこうと思います。あと1回勝ったら昇格戦なんで、まあ、もし勝てたら、今日はね、昇格戦の試合を全部見せていこうかなと思います。せっかくなんでね。ただ、まあフルで見せちゃうとね、ちょっと動画長くなっちゃうの嫌なんで、まあちょこちょこカット使いながらね、なんだろう、いい感じのところを切り取っていけたらなと思っております。ということで、ランクマやっていきます。はい、ということで、対戦相手の方見つかりました。またバザラがですね、SSS なんですけど、SS 人いなかったんでしょうね。まあ SSS5 なんで、まあほとんどね、SS1 と同じなんで、まあそんなにね、なんだろう、まあ格上っちゃ格上なんですけど、まあそこまで格上と思わなくてもいいと思います。まあこの人は特にシーズン1でね、確かマスターランクだった人で、ちょこちょこと対戦してた記憶があるので、はい。その時は負け越してたかな、確か。駒投げして、昇竜拳で返します。美味しいですよ。うわ、前捨て。美味しいですね。オッケー、これは攪拌ですね。差し返してたんですけど、まあ、昇竜拳で差し返しになってたんで、あんまり良くはなかったかと思います。これは確定ですね。しっかり画面を見て、確定を取っていきます。ああ、うまいですね。これ痛いですよ。減りますね、これは。6割持ってかれましたね。からの置き攻め付き。まあ、昇竜拳で返しましょう。からの、いい暴れですね。溜めるか?溜めない。これ食らったのは痛いですね。ちょっと集中しないとなかなかまずそうなんで、集中していきたいと思います。足払いがあるんで、しっかり差し返していきましょう。ここは読んでましたね。ここ無敵あるんで、どうしようかなっていう感じなんだけど。リープで。うわー、暴れてたか。もったいないな。まあ、レンガ。そうですね。こういうとこ結構暴れがちなんで、レンガだから。ああいうとこで暴れ潰し入れれると強いですね。まあ、ディレイかけたりとかね。うわー、これ食らったの痛いですね。まあ、これは美味しいですよ。美味しい。これは美味しすぎます。ここまで暴れますね。勝利券で返したかったけど間に合わなかった。全然これは美味しいですよ。はい、勝利券で返して。まあ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 、全然、全然いいですね。いやー、差し返せが、ちょっと危ないですね。駒投げあるか?ワンチャンありますね、これね。あー。あ、ヒット確認で、しっかり繋いで。これは勝ちですね。やっぱね、このゲームしゃがみヒット確認大事ですね。まあ、このゲームというかパーシュアルかな。うん。さあ、これで昇格戦ですよ。あ、SS 落ちましたね、相手もね。同ランク帯になりました。さあ、美味しいからの。美味しいからの。いや、暴れますね。ここ、あれですね、EX ハードとかやってもいいかもしれないですね。しっかりしゃがみヒットから。暴れますね。いやー、マジか。まあまあ、コンボされないんで、全然いいかと思います。いやー、対空になってる。いやー、正直、一回でも落としたら、前半できついんで、まあ、ここはしっかり勝ち切っていきたい場面ですね。ここ負けたらって4連勝しないといけなくなるんで、だいぶね、昇格戦遠のぎちゃうっつって。あー、うまい!昇竜拳で返して、投げます。シータメしましょう、ここは。あー、出なかった。読んでたんで、今、王者出そうとしたんですが、全然いいですよ。いやー、引っかかっちゃうな。いやー、これまずいっすね。これ、攪拌あんのかな?オッケー、かかんないならある。よろしい。あー、ここ落としちゃいましたね。読まれてましたね、最後の昇竜拳。まあ、さすがに打ちすぎたかな。ちょっと、昇竜拳読まれる動きされて始めたんで、まあ、ここら辺から、ちょっと、昇竜警戒。昇竜警戒警戒していきましょう。落としたくねえな。
ケイ。貯めます。ここはしっかり勝利券で返して、暴れてないな。まあまあまあ、これ食らっても安いんでね、全然いいかと思います。これ食らったら良くない、あんまり。さっきやられたんで、今度は読んで、ジャンユーやらなかったですね。ここはユーリフレームなんで、相手が。しっかり。はい、しゃがみヒット確認。ほんとできると便利ですね、これは。ぜひぜひ。なかなか勝てなくて困ってるパーシバル使いの方はヒット練習をね、ヒット確認練習をしてみるといいと思います。だいぶ勝率変わると思いますね、それで。特にシーズン2パーシバルはね、ヒット確認が大事なキャラになったんで。読んでましたよ。美味しいですよ。飛ぶかな？はい、読んでましたよ。美味しいですね。あぶねえ。ここはしっかり勝利券で返して。まあまあ、これは食らっても安いんで、全然。いやー、これちょっと危ないかな。まあ、ユーリフレームなんでおとなしくして。はい、これは状況確認です。相手が今、遠心かな振ってたんで、入れ込みました。ということで、無事、なんとかまだ昇格戦終わってないんで、まあ、あとは、終わるところまでか、まあ、上がるところまで、カットを対応しつつ、やっていこうかなと思います。はい、ということで、2試合目はメーテラかー。ここでメーテラはきついですね。まあ、あと1回も負けちゃダメなんで、メーテラ相手に2連勝しないといけないわけなんですが、頑張っていきます。いや、もって。あぶねえ。もったいなかった。あぶねえ。いやー、これやったな。まだ死なないですけど、まあ、ちょっと危ない。あ、死ぬかな。いや、まだ死なないと思うけど。よし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 。とりあえずね、とりあえずあと2勝ですね。OKOK。とりあえずね。よし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 。あと1勝ですね。頑張っていきましょう。はい、ということで、泣いても笑っても最後の試合。ということで、またメーテラかよ。マジかよ。いやー、メーテラ3連戦はきついなー。まあ、泣いても笑ってもこれがラストなんで、頑張っていきましょう。おそらくさっきと同じ人ですね、これ。いや、緊張するなー。まあ、SSS 初の到達なんで、もし行けたら応援してください。頑張ります。ほぼ無言でいきたいと思います。
ふぅ、ちょっと緊張しますね。やりました。 SSS5 です。いやー緊張したー。ということでちょっともう心がしんどいのでこれは再戦拒否したいと思います。無事なんとか、まあほとんどメイテラだったんですけど、まあなんとか勝ち切ることができました。ほぼ無言だったので、まあ今回喋れる なんですかね、ちょっと、喋るところがなかったんで、あと解説の方でね、解説していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。